そしてそれを前に距離を縮めていたのは福本です。潜り込んでパンチを打とうとするところ、左が飛んでいきます。左、チャンピオンの左、右、左から右ストレート、左フック、コンビネーション、距離を詰めてパンチ、アッパーを出す。ここで福本がボディ打つ、ね、福本選手は左フック、離れ際右ストレート、チャンピオンのパンチが捉えている。左フック、この右のオーバーハンドは強烈です。じりじりとプレッシャーかける、右のオーバーハンド、体を投げ、右アッパー、ボディに決まりました。左フック、佐藤の左フック、右の打ち下ろしたようなパンチ、右アッパー、その距離を取ってワンツーワンツー、決まりました。左ジャブからワンツー、右が決まった。競泳ジムの声援、大きな拍手が起こっています。左、今度は福本がプレッシャーをかける、いいですよ、右に当たった、当たりましたね。そうですね、あのチャレンジャー福本選手、いい服も当てましたね、はい、やはりボディ中心に攻撃、接近戦で攻撃していきたいですね。そしてダメージを取って、あの佐藤選手の足を止めたいですね、はい、右、ちょっと一瞬止まった動き、佐藤が行く、福本の動きが止まったように見えました。ライナーラウンド、さあラッシュかける佐藤、気持ちでいく福本、パンチを投げ打っていきますが、佐藤はしっかりこの辺りパンチを見切っています。左フック、左の福本切れましたね、目の辺りが切れましたね、はい、右一瞬ぐらついた、前に見になった、佐藤が行く、ラッシュを投げる、佐藤ラッシュ、さあ世界へ向けての注目の一戦、チャンピオンの佐藤陽太、2度目の防衛戦、今度は気持ちでパンチを出すチャレンジャーの福本。第7ラウンド1本を切りました。両者パンチ相手、この互いに素晴らしい駒になってますね。ボディを打ち、はい、頭を狙う、顔を狙う、右、手元のフラフラだが、ここでレフリーが止めました。見事勝ったのはチャンピオン佐藤陽太。第7ラウンド見事に佐藤陽太がラッシュをかけてチャンピオン2度目の防衛を果たしました。ナイスファイトです。かなり強い河野がプレッシャーをかけていきます。河野の右ストレートが伸びました。佐藤陽太の顔面が一瞬上をパーンと向いてしまいました。河野がノーモーションの右、的確に顔面を捉えていこうとしています。一瞬の距離を詰めるスピードが速い河野の、そのスピードが目立った第1ラウンドです。そうですね、まあ立ち上がり両者もお互いに自分の持ち味を生かしつつ、まあ、冷静に戦ってるなという感じはしましたね、はい。コードが前に出てくる、右アッパー、一戦前に突っ込んできたコードに対して右のアッパーを突き上げました。足元がふらついているコード、佐藤に振ってもう一人、コードが耐えられるか、まだ2分以上残っています。第2ラウンド、ダメージは佐藤さん、どうですか。若干ありますね、はい、ワン・ツー・スリー・フォー、ちょっと足元が重つかないか、コード、佐藤陽太の目の覚めるような右アッパー、ダウンシーンが早くも生まれた第2ラウンド、日本スーパーフライ級のタイトルマッチ。スピードは完全に佐藤陽太の方が上回っています。いらしていく佐藤、カウンターで対応を狙っていく、さあ詰めて河野、この接近戦が河野の得意の距離になるが、うまく体を入れたいという、この辺りのうまさ、佐藤陽太チャンピオン。突っ込んできたところをサイドに回って体を開いて右を打ち下ろそうという佐藤です。また佐藤陽太の右ナッパー、左にショートフック、ワンツー、ちょっと河野が下がるシーンが出てきたでしょうか。河野の動きは止まってきました。右フック、パフボーイ河野の動きがちょっと鈍ってきたか、少し河野選手が疲れてきたのかもしれないですね。そうですね、はい、1ラウンドから止まることなく常に攻め続けていた河野が今日初めてこのように下がっています。佐藤の正面に立つようになってきた。最終ラウンド、河野の店を作りが右のパー、佐藤陽太、そして3つ打ってきます。河野選手前に出れないですからね。そうですね、はい、攻撃だと思いますよ。
ここというところで的確にチャンピオン佐藤陽太があの右のアッパーで河野の動きを止めていきます。ダウンを奪ったのはあの右アッパーでした。さあ残り10秒だ。河野決める。体重で耐えた。逆に決めた佐藤陽太。日本スーパーフライ級のタイトルマッチ10回戦、試合は判定に持ち越されました。3対0のユナリマスディシジョンをしまして、勝者日本スーパーフライ級チャンピオン佐藤陽太。国内最強決定戦を制し世界挑戦権を手にしたのはチャンピオン佐藤陽太です。互いにこの距離感、パンチの応酬、テクニックがあります。しかし、かわせ左、相打ちです。右、一先やった、一先前だ、右フック、左フック、ジャブで突き放す佐藤です。佐藤さん、非常にこのパンチのレパートリーが多いような、そんな印象があります。そうですね、はい。とことん左、一先が当てます。チャレンジャーのパンチ、チャンピオンの顔面を捉えています。この辺りはやはり日本王座4度目の防衛戦、佐藤陽太、やはりキャリアというか余裕がありますね。ありますね、はい。ジャブジャブ、このラウンドもジャブが的確に入っています。ビッグローモーション、ステップを使う佐藤、右に左に縦横無尽にリングを動きます。石崎はやや前後の動きにその固まるような、そんな動きがあります。左、距離を取って下がる佐藤、今度は右、止まってワンツー、右のストレート入りました。そして一気に足を打ち付けていく、一気にパンチをまとめていきました佐藤陽太。いつも通り自分から出ていく、そんな気持ちを持たなければ負けてしまうんですと冷静に語ります。右フック、左ジャブ、このジャブが強烈、ストレートのように伸びてきます。左、これもジャブです。いや、目もいいですね、チャンピオンは、うん、よく見えてます。右、カウンターで一発当てました。チャンピオン、チャレンジャーの連打の中に一瞬の隙を見出して一発を当てる佐藤陽太。これも左、右、一発を当てます。そして右、石崎はなりふり構わずパンチ、拳を振ります。さあ、最後に出るのはどちらだ、佐藤か石崎か、石崎か、そして佐藤が、最後は佐藤が左のパンチ、ジャンプを出して試合終了。チャンピオン佐藤、チャレンジャー石崎、抱き合ってリング上、勝負は判定となります。以上、3対0のユナニマスディシジョンをしまして、勝者日本スーパーフライ級チャンピオン佐藤陽太。第34代日本スーパーフライ級チャンピオン佐藤陽太、4度目の王座防衛になりました。しかしながら佐藤さん、はい、今日は佐藤陽太はかなり前に前にの意識が強いような気がしますが。そうですね、まあ、はい、その中でもしっかり自分の距離を保ってますよ、はい、はい、この4回、右、右が決まりました佐藤陽太。左、この高速なジャブ、大場はこのチャンピオンの高速なジャブは分かっていても当たってしまう。なんとか前半に、右です、左ジャブ、なんとか前半におっと思わせるようなパンチを出してはいきたいと言っていましたが、ピアノさん、はい、チャレンジャー大場陣営はまずディフェンスと指示、やはりストレートは顎をしっかり引いて頭の上を収穫せよ、はい、それとうまいボクシングに対してお前もしっかりボクシングできるんだからもう少しリラックスしようということです。今回は特にその攻撃力、今までから何か変えなきゃいけない、世界戦に向けて内容も伴ったものにしないといけないと言っています。右、佐藤陽太の右ストレート、大場が一瞬後ろに下がりました。さあ4ラウンド、まだ残りは1分以上あります。左、右のストレート合わせていった佐藤陽太、じりじりとプレッシャーをかけていく。この辺りの距離感というのは、右ちょっとぐらついたか、右アッパーちょっと右に飛んだ、一気にいく、倒れた、ダウンを取った佐藤陽太。仰向けになったまま動けない大場、ここでタオルが投入された。佐藤陽太見事なノックアウト、5度目の防衛、4ラウンド最後は右、佐藤陽太のパンチが炸裂しました。
ているスリアンです。土井さん、はい、チャレンジャーサイド新井トレーナーはとにかく立ち上がりは上々だという表現ですね、いつもと同じでリングに立ってくれているヨータが誇らしいという話です。でこのまま序盤はポイントをまずしっかり取っていこうと、はい、その流れでいいんだという指示を与えています。まさにそのポイントを取る日体操アナウンサーの左ジャブからの今左アッパーを見せました。那城信夫との試合でもかなり腹が効いているというような素振りを見せていたスリアンです。特に佐藤修さんから教わったことで佐藤がミスを聞きましたよ、聞きましたよ。ダウンに持ち込めるか、一気に奪った、右ストレートのラベンダー、手応え十分、手を挙げた佐藤陽太。スリアンも効いていないというアピールを見せていますが、残り30秒以上ある。効いてます、効いてますね。もらった時にチャンピオン足がちょっと踊ってましたからね。坂田さん、チャンスですね、はい、チャンスですね。ここで落ち着いて、はい、もう一度右ストレートを当ててもらいたいですね。チャンピオンはどうしても頭が右に倒れる癖があるんで、なるほど、右ストレート当たりますよ。右アッパー、このアッパーは佐藤の武器です。接近戦でも右勝った、両者のカウンターが当たったのは佐藤陽太。右カッターで打ち勝った、2度目のダウンを奪いました。残り5秒数がありません。フォークしていく佐藤陽太、右アッパーです。右ストレート、今のタイミング良かったですね。ダウン取った時のような、はいはい、右ストレートです。あのダウンを2度目のダウンを第3ラウンドで奪った時には、実は右のカウンターでは佐藤修さん、はい、スリアンが先に当ててるんですが、打ち勝ったのは佐藤陽太でしたよね。はい、はい、打ちに気をつけてほしいですね、はい、打ち終わりですね。打ち終わりはハンドガードを気をつけて、右アッパー打って離れた、これはいい佐藤陽太。右から入った変化、左アッパー、戦い抜く佐藤、右ストレート、残り14秒でいいパンチが当たりました。初挑戦の佐藤陽太、ファイナルラウンド残りの1秒まで無駄にせず打ち合い戦い抜きました。勝敗は判定によって決まります。以上3対0のユナニマスディシジョンをもちまして、勝者 WBC 世界スーパーフライ級新チャンピオン佐藤陽太、世界チャンピオンに群雄割拠のスーパーフライ級に新チャンピオン誕生。涙に暮れる佐藤陽太、世界初挑戦でベルトを奪いました。前にプレッシャーをかけていくのが佐藤陽太、チャンピオンです。もう一回ジャブを出していきます。第1ラウンド大きなフックを見舞っていきました。右フック、飛び込んでいく、上からこう振り下ろして、もう一回右フックです。その後しっかりと相手の左はガードをしようとしていた佐藤陽太。シルベスターロペスの強打が一旦見えた。しかし佐藤も非常にいい形でそれを冷静に対処しています。左、もう一回詰めていきます。右、これは1ラウンドにも佐藤さん当たりましたね。はい、非常にいいですね。右フック遠心力も乗って、はい、強いと思いますよ。あれはこの佐藤陽太の距離感に関して言うとミドルレンジはお互いの好きな距離だけれども、その差し合いに関しては自信があるし譲りたくないと、お互いの距離が、おっとまたまた出ました。佐藤陽太の得意のパフォーマンスといいますか、相手を威嚇するという動きです。まあ、人懐っこい性格で、ね、よく喋るし、すごくいいやつですよ。右ストレート落ちました。なかなか本来ですとミニマム級のチャンピオンの時代に3つも階級上の相手とやはりスパーリングでもあまりやりたくないところですけど、そうですね、やはりこの佐藤陽太の人柄に釣られてというところはあったんですか。まあ、もちろんそれはありましたし、やっぱり世界チャンピオンになってほしかったんでね、協力させてもらいました。あえてロペス対策のパンチは仕込んでいないと、無欲のパンチの方が当たるという、用意していない状態でどんなパンチが当たるのか自分でも楽しみだと言っていた佐藤陽太、その動きの良さがよく出ています。ちょっとロペス の手数減ってきましたね。さっき打ち下ろした、はい、チャンピオンの右ストレートですね。これちょっと効いたような感じですね。はい、左ボディを打ってもう一回足が止まった佐藤、この佐藤陽太のパンチの状態、ロペスの足が止まっています。わー、詰めてくる佐藤陽太、しかし振るってくるロペスの右、左ボディ、今佐藤陽太チャンピオン、右アッパーストレートジャブというロペスに対してどう、ここはガードをしっかりと固めてからのパンチでした。チャンピオンの佐藤陽太、岩手県出身、岩手初のチャンピオンが今日ゲスト解説の八重樫明選手、2人目がこの佐藤陽太です。左左左、そして右ストレート、そして離れる、また離れる、佐藤陽太のリズムは変わりません。
残り10秒です。1ラウンドから12ラウンドまでしっかりと自分のペースを作り、自分でこのボクシングを組み立ててきました。佐藤陽太初防衛戦フルラウンド戦い抜いて会心のガッツポーズ。手応えありという表情です。3対0のユナニマスディシジョンをもちまして勝者 WBC 世界スーパーフライ級チャンピオン佐藤陽太初めての防衛成功。マジカルポWBC スーパーフライ級のチャンピオン初めての防衛です。1ラウンドは少し警戒していたようです、はい、なので少しリラックスして、で1ラウンドの間に相手のパンチの強さは分析できたので、はい、ここから徐々にポイントを積み重ねていこうという指示が出ています。チャンピオンサイドは板垣アナウンサーです。今日の試合はね、はい、これ右ストレート、チャンピオンの右のストレート、この右ストレート、チャンピオンの得意のパンチでもあります。世界基準はストレート。また来ました。KO っていうのはやっぱり半分偶然みたいなところもあるんで、はい、ポイントを取りに行かないとね、はい、いいパンチ当たった。これです、効いた、魅力だ、魅力だ、効いたチャンピオンダメージがあります。チャンピオンダメージがある。ここでいけないと、はい、そうですね、ここでチャンピオンとしては行かなきゃいけないですね。魅力、ヘッドスリップ、スリップ距離が縮まってきました。この中盤です。赤穂が左を出しました。チャンピオンがかわす、右に歩いていくウォーキング、いやー左まで、あった、右のスレート、右のスレート、どうだ、効いてるか、効いてるか、クリーンヒット入った右だ。今度は左のフック、赤穂のいいセットなんで、いいセットなんで、練習がスパーリングということで500ラウンドを超えるスパーリングを練習してきました。おっと右に来た、おっ左の振り、右のフック、左のフック、ここでちっちゃく、ちっちゃく、押し込んで、左のフックだ。佐藤が呼び込む、佐藤が呼び込む、ここでちっちゃく、チャレンジャー、チャレンジャーがチャンス、チャンス、左からチャンピオンが逃れていく。これがチャンピオンの上手なんです。チャンピオンですね、ああいう展開になってもカウンターを狙ってるんですよね、まだ全部にカウンターを合わせるって言ってましたし、左をコン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 と振りながら拳をくるくるくるっと回しながら、あっと合わせてチャンピオンから左を振りながら、左を振り、左を振り、ちっちゃくちっちゃく離れない、離れない、離れない、さあコーナーの詰めだ、左のパクル、右のストレート、チャンピオンかわしてスーッと歩いていく、うまい。そしてはい、ロープに詰められてもほとんどクリーンヒットをもらってないんですね。そうなんですね。あーラストチャンスにね、チャンピオンが差を食いしばる、右のストレートだ、右のフックチャレンジャー、チャンピオンが右のストレート、左のカウンターを合わせていくチャレンジャー、左のフックを食った出ていく、右のストレートを食った第10ラウンド終了、試合終了となりました。以上3対0の採点をもちまして勝者WBC 世界スーパーフライ級チャンピオン、マジカルボックス佐藤陽太、世紀の決闘ここに決着、チャンピオン佐藤陽太が2度目の防衛を果たしました。まあ、佐藤もうまくリズムに乗っていけば、まあ、本人はKO が予告とかそういうことはしないんですが、まあ、しっかり畳み込んで KO も取れるボクサーですからね。そうですね、パンチはあるので、はい、タイミングさえ合えば倒すと思います。さあ第2ラウンドも残り半分となります。足を使って距離を取っていくチャンピオン、シルバーのトランクス佐藤陽太、はい、ここはコーナーに詰めてシーサケットが連打で来る、シーサケットのボディストレートへガードしている、ガードして、あちょっと絡まっている、やはりまあミンストレートリターン狙ってきました佐藤陽太。近い距離は、あ右、これはいいカウンター、いい右入りましたね、はい、チャンピオンのカウンターが決まりました。妙手右打ち下ろしていく。さあ残り1分の第7ラウンド、いやー新作という手が出ますね。そうですね、はい、相当下にありますね、下にありますね。第1ラウンドから飛ばしてきている新作ヘッド、まだこの勢いです。ただここは冷静にチャンピオンもガードを固めて見ていますが、あちょっとボディーブロー、ボディー、新作ヘッド、ボディー、ちょっとこれ危ない、チャンピオンピンチ、チャンピオンピンチ、右のストレート、新作ヘッド、チャンピオン返せるか、左シーサケットの左、強打が飛んでくる、マッチの成功、連打、チャンピオンどうだ、ボディーワークでしのぐ、チャンピオン追い詰められた、ロープを背負っているチャンピオン、ちょっとこのロープを背負っている時間が長くなっています。まだシーサケットが行く、マッチしてほしいですね。そうですね、チャレンジャーのシーサケット、左画面取れた、あーチャンピオン大丈夫か、チャンピオンピンチ、チャンピオンピンチ、シーサケット連打、シーサケット連打、
佐藤も右を返す、右相打ち気味になりました。さあコーナーに詰めてシーザゲット、まだ圧力をかけていきます。足を使えばもう佐藤の距離です。シーザゲットの、シーザゲットの届かない距離でパンチを当てる。あ、今度はシーザゲットの距離ショートレンジになりました。左、これは空振り、右追い打ち、しかしこれはうまく相手のパンチの勢い殺しています。ディフェンスの技術の高さも誇るチャンピオンの佐藤陽太。ミロパワンツーから、あ、今度は佐藤が手を出して迎え撃ちます。あ、左左、強打をねじ込むようにしてシーサケットがショートレンジパンチを打ち込んできます。第8ラウンド、左ワンツースリーフォー、シーサケットの連打、ここでレフリー止めた、レフリー止めた、チャンピオン佐藤陽太陥落。またしても鬼門タイで世界戦日本人初勝利となりませんでした。シーサケットソウルンビサイが地元の大声援を受けて佐藤陽太からベルトを奪ってみせました。